何が変わったかというと、まず値段変わりました。その次に、性能面でいうと、ノーセンスもそういう地球を考えた配慮、サステナブルをやってるということで、リサイクルナイロンになったのに値段が上がってるっていう、これ一般的にそう思うじゃないですか。はい、本日はですね、こちらノースフェイスのクライムライトジャケットをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、このクライムライトジャケットっていうワードはですね、今まで何千回言ったかわからへんぐらいレビューしまくっております。で、それやのにお前また今年も買ったんっていう話なんですけど、ちょっとちゃうんですよ。今年からちょっと変わったりしてるんですよ。だからね、早くレビューしてくださいって言われてましたんで、それはレビューしましょうということで購入させていただきました。ちなみに横にあるのが昨年モデルで、その横にあるのがもう一昨年モデル前もかな、ちょっとわからへんけど、まあそんな感じだから、ここ 3,4 年でもうモデルがチェンジってなってきてるんですよ。で、今回の新しいやつがどう変わっていったんかっていうのはですね、皆さんと一緒に見ていこうじゃないかというところで、まずはですね、着用していきましょう。今回はですね、こちら L サイズで購入させていただきまして、この綺麗なブルーですよね、このブルーはですね、僕は全然似合わへん色なんですけども、まあ、たまにはお前似合わへん色も着とけと、似合う色ばっかりね自分で選んでても思んないやろと、似合う色着とけということで、まあ、ちなみに僕似合う色こう黄色系のね、茶色とか似合いやすいんですけども、これブルー系全く似合わへんねんけども、まあ一回ちょっと着ておきましょう。サイズはこれ L サイズなんですけども、どうでしょうか。まあそんなに別にめちゃくちゃ大きくなったような印象はないんですけども、見てる感じどうです、着てる感じはまあまあ普通かなっていう感じですね。で、今までね、クライムライトって言ったらとにかく買ってくださいと、黙って買ってくださいって言ってたんやけども、今となっては、ちょっと待ってくださいっていう風に思ってるんですよ。で、まあ理由としてまず一つ目何かっていうと、値段がね、今まで3万円と消費税3万3000円だったんですよ、このベージュの頃は。3万円でこんなゴアテックス買えるの絶対買ってくださいと、むしろこれ安いですってずっと言ってたんやけども、去年ぐらいからね、あれ3万3000円の消費税ぐらいになってね、3万6000円とかぐらいになって、あれちょっとおかしい話が変わってきたと思ったら、まあまあまあ悪くはないかななんていう話だけど、今回はですね、3万8000円まで値上がりしておりまして、もうちょっとしたらこのまま値上げたら4万超えちゃうよということなんで、ちょっとまあ待っていこうと、一回様子見ようということでね、思っております。去年の L サイズに着てみましょうか。サイズどれぐらい変わってるかっていう、ちょっと色が違うんで分かりづらいかもしれんけども、ちなみにね、僕この色も得意なんですよ。こういうね、濁色って言って濁ってる色が得意でね、パーソナルカラーでいうとこのオータム、芸能人でも木村拓哉さん、全く同じということでね、オータムはこういうくすんだ色得意なんですけど、苦手な方はちょっとね、老けたりしますので、まあ、ちょっと注意なんですけども、そういったことでこんな感じですね。まあ、サイズ感は多分そんなにべらぼうに変わってないけど、ちょっと去年の方が大きいかな、身幅が去年の方が大きく感じますね。ちょっとサイズ容器はちゃんと見てないんでわからないんですけども、もし分かる方いらっしゃったらね、いやサイズ容器去年の方がちっちゃかったよとかね、今年の方が大きいよとかね、いっぱい教えてもらったらいいんですけども、着てる感じ的に言うと去年の方がちょっと身幅が広く感じるかなっていうことですね。ではですね、何が変わったか見ていきます。これノーセンスさんも嫌ですよね。毎年ちょこちょこ値段上げていってるのに、こうやってね、 YouTuber でペラペラ喋るやつがおるんですよ。こんなもんたまらんでと、こいつ赤バンしたのかなと思ったりするんやけども、まあまあまあ、それしたらこいつ、それしたでね、またこいつもこいつ言うからね、僕ノーセンスさんに赤バンされましたって、クライムライトジャケットディスったら赤バンされましたって言いますので、その時はまだ皆さん助けてくださいなんて言ってるんですけども、そういうね、必死の覚悟でやってますから。僕はノーセンスさんにね、怒られるかもしれないですけどもね、まあ、自腹で買ってるから怒られたっていいだろうという覚悟でやらせていただいてますので、何が変わったかというと、まず値段変わりました。その次に、性能面でいうと表地が変わってます。で、表の生地っていうのが変わってて、まあ、どう変わったんかっていうと、生地の厚みとかっていうのは変わってないんですよ。だからこれってもともと軽いジャケットで、収納袋なんかもついてるから、ここにくるくるね入れれるんですよ。で、そういうところの便利さっていうのは変わってないんやけども、表の生地が変わってて、最近よく歌われてるんですけど、こういうなんていうの、リサイクルの素材が使われ出してるんですよ。それパタゴニアの特権ちゃいますのって言ったらね、いやいやノースもやってますねいうことでね、ノースですもそういう地球を考えた配慮、サステナブルをやってるということで、近くで見てもらいましょう。これがリサイクルナイロンの素材感、ちょっとなんていうのな、まあ見てもらった感じ、黒やねんけどテカリがあるというかね、ちょっとマットな感じでもあるけども、テカリも若干あるっていうような感じなんですけども、以前までの、リサイクルじゃないナイロンっていうのはもうちょっとマットな素材感のやったんですよ。この黒の部分を見てもらったら分かるんですけどね。って考えると、確かにちょっとシャリシャリしてるというか、ちょっとツヤ感があるというかね、まあリサイクルで言えれば確かにリサイクルな雰囲気もまあせんではないかなっていうぐらいなんですけど、まあ、これはあくまで比べてそんなもんやから、単体で見ててそこまで違い感じるって言われたらまあ感じないですけどもね、まあこうやって持ってる人から比べると、あ、確かに質感ちょっとちゃうなっていう感じはあるかもしれないです。でもね、まあ、厚みとかはさっき言ったみたいに、これ二重デニールなんですよ。だから二重デニールで二重デニールやから、まあ一緒やから、そこは別に厚みが分厚くなったとかっていうのはないので、ちなみにこの視聴者
者さん賢いからみんなね二重デニムってあ結構薄いんやってわかるでしょ。あのアパレルの人でもたまにね僕の友達アパレルで働いてるくせにね二重デニールのデニールの意味がわからんって言ってたんだけども、あのそんな店員さんもいてるから皆さん気をつけてくださいね。僕の指導者さんはこれ優秀な人多いから二重デニールって聞くだけではいはいはいちょ薄めですよねなんて言ってすぐわかるんやけども、僕の友達もねデニール教えてって言われたんやけども無視、もうそこは伝えてる時間ない動画見てくれってことなんで、僕の指導者さんが優秀な人も多いということで、そんなことはどうでもいいんですけど、まあ、記事がね、そういう風に変更になっております。ただこれはあの現物と比べないとわからないくらい、この単体で見てうわーリサイクルやなとは思わないんで、まあ、その辺に関してはね特に心配はないかなと思います。であとパターンとか縫製の違いとかも特に違いはないですね。でまあめちゃくちゃ細かい話していいですか。ちょっとマニアックな話がすぐあるちょっと先続け先続けということでちょっと聞いてくださいね。あのこのファスナーの持ち手の部分あるでしょ、これ2019年モデルなんやけども、これってね比較的なんていうの布をクリッとひっくり返してここで縫製ベベベって塗ってるから、あのまあ安価にはできるんですよ。でこういうなんていうの引き手をね別で用意したりするとこれはこれで少しコストは高くなってくるので、まあ値段が上がってるからそういうところも配慮されてるっていう部分はあるんですけど、これ実は昨年からそれになってるんですよね。だからこれ昨年と全く同じコードやから、まあそこまで特筆して言うことじゃないし、まあ、これに関しては、どれぐらい値段の差があるかっていうと、まあ、おそらくですけども、まあ、1個100円はいかないというぐらいの差なんで、1個数十円と数十円の違いっていうぐらいなんで、まあ、そんなに違いはないんですけどね。そういうことがあったりとか、まあ、大きくやっぱ違うのって言ったら、まあ、プリント部分とかはやっぱコストは若干ちゃうかなと思います。以前まではねこういう何だろう刺繍というかちゃんとこう縫われてるんですよね。ロゴがザ・ノースフェイスって書いてて、刺繍になってるんですけども、まあ、去年からねもうこういうプリント形式になってるので、やっぱ使ってるとねこの圧着が剥がれてくる可能性はありますけども、こういう仕様に変更されているというところは、変わらずですね。僕のね分析チームの方からねちょっとこの仕様の変わり方はちょっとなんかリュック背負った時に裾が上がりにくくなってますよって言われて、で僕今初めて試すんですよ。リュック背負った時に下のハーネスをガチンとやってそれでも上がりにくくなってますよなんて言われたんやけど、それって単純に着丈長くなったからですかって言われて、あ多分そうじゃなくてアームホールがちっちゃくなったからちゃいますかっていう話はしてたんですけども、まあ、何を言いたいかというと、つまりアームホールってこの腕の周りのところありますね。ここが、大きければ大きいほど下にまでこうグワーッと行くわけじゃないですか。ほんならちょっと腕上げるだけで引っ張られるんですよ。ほんなら裾が上がってくるんだけど、アームホールをちっちゃくすればちっちゃくするほどこの辺まで上げても下がついてこないんですよね。これ言ってる意味わかるかな、わからんかったらまあいいか、まあ、そういうこともあったりするので、そういう違いちゃいますかとは言ってたんですけども、もしかしたらほんまにそうかもしれんけど、確かにこうやって裾上がってこないですね。キューって上に上がってこへんから、まあそういう仕様に変えたんかもしれないんですけども、ちょっと今見てみましょうか。まあそこまでね前回今までのやつとの違いあるかって言われたらそんなないんですけども、まあ、ちょっとこの辺はねよくわからへんですね。そんなに違いはないんちゃうかなと思います。あともう一個ね違い見つけました。以前までってねこの帽子のつばのところ、帽子っていうかフードのつばのところがこの野球部みたいなんですよ。高校の野球部ってだいたい弱小になればなるほどこの曲がってるってね、1回戦で負ける、地区予選1回戦で負けるチームほどこの曲がりがえげつないっていうのが、まあ、よくあるあるやと思うんですけども、まあ、それに対応してか知らんけども、野球部対策かなんか知らんけど去年からこういうねワイヤーが通されてるんですよ。だからよりこう曲がりづらい、ちょっとは曲がるんやけどもこんなキュンキュンまで曲がらへんっていう、弱小にはならない、これぐらいやったらまあ大体3回戦は突破するかなっていうぐらいの感じなんやけども、そういうのが引き続きね、今年もまあ3回戦防衛以上にはなれるんじゃないかなっていうことで、これワイヤーが入ってたりするというところなんで、まあクライムライトジャケットもね、まあこれどう思うかですよね。どんどんグレードアップしてるっていう部分もあると思うんですよ。確かに今のフードとか、まあ3回戦防衛になれたやんと、1回戦から3回戦まで上がってこれたやんっていうところもそうやと思うし、メインジップのファスナーのところにある持ち手ですよね、こういうのもちゃんと多分単価は上がってきてるよねっていうところもあるんですが、まあ刺繍がなくなったりとか、それ以外にやったらですねリサイクルナイロンになったのに値段が上がってるっていう、これ一般的にそう思うじゃないですか。実はね記事って、まあ、こんな感じでバーってあるんですわ。でバーってこう記事あるうちにバーって見ていくでしょ。でこの記事見ていく中でリサイクルの方が実は高かったりするんですよ。そのリサイクルする手間の方がかかるんですよね。だからもともとナイロンとかポリエステルってそんな高くないんですけども、それをあえてまたリサイクルしやなあかんっていうところでコストがちょっと高くなって、1メートルあたりいくらってあるんですけど、その1メートルあたりの単価が高くなりやすいので、見てる人からしたらリサイクルしてる方がなんで高いのって話になってくるんだけども、記事買う側からし
つもリサイクルしてる方が少し高くなるんですよ。だから値段が上がってるのも、まあ、仕方がないといえば仕方がないし、まあ、今部品とかいろいろ高騰してるからクオリティが上がって値段が上がってるっていうのはちょっと言いづらいかもしれんけども、まあ、部品だけがちょっと上がっていったりとか、生地が上がってきてるっていうのはまあ事実になってるので、これは別に納税者から悪いとかじゃなくて、もう世の中今そうなってるじゃないですか。だからまあ仕方ない部分ではあると思うんですけども、あとはどこまで許容できるかですね。もう過去の、女にすがみついてる場合じゃないと、俺は今の女を見るんやっていう人はね、別に過去の3万3000円の時代は無視したらいいと思うんですよ。とりあえず今3万8500円でもこれ買う価値があると思ったら買うべきやと思うんやけども、いやちょっと待てよと、それやったらもうほとんどアークテリクスの方が良くないとかってなってきたりしたら、もうアークテリクスに行く人も出てくるってことなんで、またもうこう考え方次第ですね。アークテリクスもここから1万ぐらい出さなあかんねんけど、まあ、全部がクオリティアップしてくるんで、まあどこまで求めるかっていう感じなんですけども、まあそういったことでね、今回クライムライトジャケットが仕様変更されたっていうことなんで、まあ急遽買わせていただいて、紹介させてもらったということで、いつも言っておりますが、こんだけ言ったりしたら、自腹でいつも買ってます。僕たまに友達から電話が出て、あれってタックンほんまに買ってんのって言われるけど、あれほんまに買ってるんですよ。ほんまに買ってて毎年毎年引き落とされてます。あのカードで決済されてますので、ね、全くノーセースからいただいたことはございません。そして今後もいただけないでしょう。なぜかというと、こんだけセキュラに喋ってるから、こんなセキュラに喋れたらブランドも困りますのでね、まあそういったことで、まあ僕の小さい影響力やったら困らへんかもしれんけども、まあそういうことでクライムライトジャケットのね、仕様の変更をお話ししてみたという動画になっております。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。感動なしでは語れない2日間。生の拓三さん見れてよかったです。すごく楽しかったな。めちゃめちゃ緊張しました。こだわりはすごい感じるな。ぜひ会場でご体感ください。拓三のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。